はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ、今日も低い声で頑張っていきたいと思います。今日は、東広島にですね合宿で3日間行ってたんですけど、まあ午前中最終日の午前中の練習が終わって解散になってですね、せっかく東広島に来たんで、あのアクアショップ元川さんに寄ってですね、元川さんの水槽を久しぶりに見せてもらおうかなと思ってきました。まあ、元川さんではね、淡水泳をねペアですごいお安く譲っていただいたんですけど、まあ、そこに来たっていう形でですね、いろんな珍しい魚たちがいるので、まあ、ぜひ水槽の中を映していくんで、皆さん見てってこういう魚がいるとかさ、東広島にこういうお店があるんだっていうのが少しでも知ってもらえればなっていうふうに思います。それでは皆さん行ってみましょう。はい、これですね、これは国産のアジアロマで、国産なんだ。赤と金のクロスで四光金龍。四光金龍。へえ。国産珍しいですね。めっちゃ珍しいですね。ですよね。はい。珍しいですね。いやーすごいね。あれこれ真っ赤なんですよ。この子。もう全部。今あと残り5匹が。5匹。今残り5匹。はあ、いいな。行きたいけど水槽がないな俺も。お尻に向けたら噛みつきガメみたいな感じ。うわ、葉っぱに擬態してる。今お尻向いてるけど擬態してんだ。これ見てもらえたら、あんまりご存じないですよ。あんまりご存じない。こういうの、いや、わかんないですね。うわ、ここがね、ここの、目で、口、ガメラみたい。すごい。これは、葉っぱにいつも擬態して、隠れるんだ。はい。これ名前なんていうんですか？またまた。すご。いや、こいつもでかいっすね。はい。プラチナです。プラチナです。すごい。餌やってみましょうか。あ、お願いします。ぜひ。こんぐらいのサイズだったら簡単に食べる。うわ。あっちゃんいった今。音がバッチンいくわさ。結構アネキンよりでかいぐらいの。そうですよね。こう、しかも小い子ですよね。はい。すごい迫力めっちゃある。やばい、俺めっちゃ顔にやけてるんですよ。すごい。プラチナでこんなネッカが。すごい綺麗ですよ。いや、もうすごいですよ、本当に。綺麗。マジでこっちの水槽もすごいですもんね。プラチナだったりシルバーだったり。こいつなんか目すごくないですか？片目。あ、怪我したんだ、かわいそうに。いやーすごい、プラチナ、プラチナシルバー。あと5分かな。うわ、すごい。エンドリーのめちゃめちゃショートじゃないですか、これ。めっちゃ珍しいよ、これは。めちゃめちゃショートの子。珍しすぎでしょ、これは。しかもめっちゃ元気。かわいい。面白いですよ。かわいいね、こいつ。あ、こっちが入りますね。この放流で、あ、でかい。で、下はこれダイヤモンドポルク、ダイヤ。サイズがすごい。ダイヤね。
すごいですよね。かわいいな。こいつもでかいし色もすごい。いやさすがっすわ、迫力満点。このからめっちゃか食べてるとめっちゃ可愛い。やっぱりこれ黒水槽でこうちょっと明かりが薄かったら綺麗に見えるんですよね。うんうんうん、いいねいいね。いやいいっすわ、ありがとうございます。いやベイビーですね。生まれて間もない子たちと新入かな。これは生後どれぐらいですか。これ今 3,4 ヶ月ぐらいですかね。まだめちゃめちゃやっぱ可愛いですね。3ヶ月ぐらいかな。3ヶ月ぐらい、生後3ヶ月ぐらいの。これもダイヤ、ダイヤですね。あとこれはこれは金龍、あの博士のバティックってやつですね。バティックっていうの、ウロコの内側が全部黒いんでお腹の方が出た。博士のバティック、ここなんですか。ほんと下まで、下まで全部黒いから、はいはいはい、見えてますね。ほんとのことで見えてる、見えてるんですよ。ほうほうほう、バティックっていうの、綺麗。いやこれやっぱ見てると俺何匹も欲しくなっちゃう、はい。映画食べてた方が絶対楽しい。絶対楽しいっすね、かわいいよな。こっちは恋子ですね、全部。まあ、子供かどうかは、まあ、子供じゃなさそうなのもいるんですけども、はい、大きさ的には結構、大きさ的には多分 10センチから15センチぐらいですかね。まあ、結構でかいですね、じゃあもう、はあ、すごいね。これは迫力ありますね、見てて。うんうんうん、すごいすごいすごい。いや、あの僕の YouTube、 これバスケット関連の人たちも見てることがあるので、まあ一応ざっと説明するんですけど、これ全部餌ですよね。いや、このサイズになると観賞用で買われる方の方が多い。あ、そうなんだ、ここまで来ると。いや、まあ、全然さっきバラマンディにやったのか全然食べれない、ああいうお客さんもいるんですけど、はい、まあ、観賞で持って帰れる方結構多いですね。あ、そうなん、じゃあまあ人によってこのサイズになってくると違うんですね。違いますね。ちょっと、あの養魚場がすごくいいところに寄せるので。あ、そうなんだ。でも最近コイも来てますもんね。僕もコイコ今ちっちゃいのから大きいのまで育ててる動画出してます。そうですか。はい、今一番最初コイコで実はこの子餌なんですよっていうので。そうですね。あ、なるほど。それも今あの絶賛育て中です。はい、じゃあもう観賞用にする人たちもいるんだね。いや他にもね、こういうこんな水槽があります。この子もかなり見応えありますね。めちゃめちゃ綺麗。ほらこれ見てる、鱗、うん、すげー綺麗。サイズは結構大きいですね。59度なんかな。でかいっすね、やっぱ、体格もすげえ、いいもん食ってんだろうな。でもこっちにはエイたちがいて、このエイはなんていうの、アルビノですね。アルビノ、はい。かわいいな、でかいし賢いからな、こういうことだな。やっぱ最終的にこういうこと、こういうのいいな、マジで。こういう水槽たち早く大きい水槽が欲しいです。はい、こっちがですねアロワナのアルビノ。アルビノ、いやかなりこんな大きいやってるの珍しいっすよね。これめちゃ気持ちいいですよね。僕前回来た時もそうだったっすね。いやいや
やーすごいな、アルビノでここまで大きくなってるなんて、そうそう、まあいる、まあいる、探せばいるけど、でもすごい珍しい、そんなに簡単に目には分かれないと思う。見てこの貫禄、この鱗、下にはまたエイジ、いややっぱこれ、これ何度だろうね、どれぐらいの水槽なんだろう、めちゃめちゃ大きい確実な1800とかかな、欲しいな、大きい水槽欲しいな、いやまあこれはやっぱすごいですね、いや見応えありますやっぱこれ、はい、ということでですね、アクアショップ本川さんに行ってきたよっていう動画になります。最後は、このダイヤモンドポルカたちとね、に見送られてお別れすることにしましょう。それでは今日皆さんこの辺で See you next time! Bye bye!